江南大学、西日本唯一の私立7年生、旧正高等学校であった、江内高等学校を前身とする。江南大学は、第二次高等学校令に準拠し、1923年、大正12年に、我が国で2番目に設立された、私立旧正高等学校である、旧正高南高等学校を前身とする。1910年、 明治四十三年の江南学園の創立には、阪神館や、住吉村の生、財界人十一名、田辺定吉、西賀東吉、広四助太郎、平尾八三郎、生島栄太郎、岸田木、安部玄太郎、野口真子一、山口善三郎、中島康之助、小林山郷が創立事務に当たった。特徴は、人文、社会科学と自然科学、 いわゆる文系と理系療法の学部を備えた総合大学である。医学部はないが、フロンティアサイエンス学部生命科学科での癌、治療技術など、医療も研究領域にんでいる。港南大学は創立者である平尾八三郎が掲げた人格の収容と健康の増進を重んじ、個性を尊重して各人の添付の特性を新調させるを教育理念としている。 江南大学はアクティブラーニングを推進しており、ゼミナールだけでなく、通常の講義においても、教員と学生の双方向的なコミュニケーションの成立を目指し、学生の授業参加が深まるような学習環境の整備に取り組んでいる。具体的には、講義1クラスの受講生が100名以内になることを最終的な目標として、段階的に少人数教育を進めるとしている。 全学部で英語と保健体育科目が必修であることに加え、岡本キャンパスの六学部では、第二外国語と教養科目も必修である。第二外国語は、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語が開講されている。教養科目は、外国語の言語文化に関するコースとリベラルアーツをはじめとする、各種教養に関するコースを選択できる。データは、 大学公開情報から引用。なお、上記の表のうち、1000教員数の合計は学部に属さない、1000教員を含まない。社会科学系の研究論文リポジトリである SSRN は収録論文に関して多様な統計を提供している。江南大学の経営系大学院、学部は研究論文に関して世界のビジネススクールの中で次のような評価を受けている。 独立団体として実地会がある。選挙で選出された学生で構成する中央委員会が運営し、参加には大学祭を実施する設祭実行委員会や公開講座を実施する現代講座実施委員会、体育会と文化会を包括する学友団体協議会などがある。江南大学においては原則として大学学生部公認の課外活動団体と 自治会参加の体育会もしくは文化会に属する学友団体を部活動としている。体育会に45団体、活動休止中の団体を含む文化会に23団体が属する。新規に学友団体が発生した場合には学友団体協議会が体育会と文化会のどちらに属すべきか判断する。体育会は各団体から選出された。 体育会員で構成する体育会本部が運営するサッカー部や陸上競技部アメリカンフットボール部馬術部球道部などが競合として知られる公式野球部は阪神大学野球連盟に加盟している学習院大学との間では1955年より運動競技総合定期戦が毎年開催されている文化会は選挙で選出された 文化会員で構成する文化会常任委員会が運営する。体育会と比べて文化会主催の行事が多く、体育会よりも団体間の交流が活発である。放送部を内包する KSWL ンパ連盟やグリーンクラブ、公共学団などは学校行事や式典で活躍しているほか、学術研究系の団体の活動が特に活発である。大学祭では、 所属団体による講演や研究発表が行われる。経営学部公認の課外活動団体として、学生経営学研究会があるほか、多くの任意団体、サークルもある。大学祭は、設祭と呼ばれ、毎年11月に3日間にわたって行われる。旧制中学校時代からの高地で、東名田区岡本の閑静な住宅街にある。 長らく同キャンパスのみだったため名称はついていなかったが2009年に西宮、ポートアイランドの両キャンパスが開設されたとにより岡本キャンパスの名称が付与された。主に大学本部や文系キャンパスが置かれる本校舎と理系のキャンパスが置かれる北校舎、西校舎からなり本校舎側で最も西、北校舎に近い場所に学生会館であるアイコモンズが置かれる。阪神 淡路大震災では、1、2、3号館を、はじめ5舟が全開、7号館内部が全焼した。無事だった10号館をはじめとする一部の建物は、近隣住民の避難所となった。愛称は、9部。2008年、阪急西宮北口駅南側に新校舎を建設し、翌2009年に、従来の経済と経営の学問領域を融合させた。 マネジメント創造学部を設置した。2016年から、放課大学院の西宮教室が開設された。愛称は、ファースト、フランティスオブ s of Innovative Research in s 2009年4月、神戸市中央区のポートアイランドに基地区に新校舎が建設され、従来のバイオテクノロジー分野とナノテクノロジー分野を 融合させた新しい専門学術領域を対象とするフロンティアサイエンス学部と大学院のフロンティアサイエンス研究科が設置され、校舎の隣接地には理科学研究所が計算科学研究機構次世代スーパーコンピュータ系を有する施設を設けており、港南大学も同施設を共同利用している。六甲アイランドにあり、岡本キャンパスから シャトルバスが運行されている。阪神甲子園球場の約5倍の面積があり、野球場、サッカーラグビー練習場、アメリカンフットボールラクロス練習場、テニスコート、体育館等がある。愛称はコスモスキャンパス。2016年学園100周年記念事業の一環として、神戸開成女子学院大学からスマクの研修施設を取得し、設置された。 セミナーハウスには、アイルの愛称が付与されている。セミナーハウスをはじめ、人工芝グラウンドや、体育館、旧社とババを有する。戦前に創設者、平尾八三郎の邸宅があった場所に位置する、研修施設。高南学園サービスセンターにより、施設管理とともに地域に貢献する、文化活動、各種カルチャースクール、語学教室等も行われいる。 同窓会館である、平成記念館が隣接する。東京駅前、東京都千代田区丸の内にある、サピアタワーの10階に開設。首都圏における学生への就職活動支援、企業との産学連携窓口、在住卒業生の交流支援窓口等の活動拠点となっている。また、一般市民対象の公開講座も開校している。略称は、NG 東京。 岡本キャンパス近くの西岡本に所在するテニスコート体育会ワンダーフォーギル部管理の山小屋が長野県北安ず郡小谷村にあり親沢小屋と呼ばれる神戸市西区の広野ゴルフクラブに隣接する広大な場所にあり合宿所、野球場、陸上競技場、補助グラウンド、馬場等が設置されている六甲アイランド総合体育施設の開設により 使用頻度は低下している。カッコ内は締結、加盟年。この他、2017年には、高南学園が兵庫県と地域創生にかかる包括連携協定を締結している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。